こんにちは、ゆうです。バズドラのおちゃんです。はい、今日誕生日の方、おめでとうございます。なんか、左が黒いっすね、なんか。はい。あーもう、ちょっとね、動画撮って時間ないんで、はい。ちょっとこのままいきたいと思います。今日は無課金サバカシマリマルやっていきたいと思います。はい、ですね、はい。僕の X アカウントフォローしてくださってる方、ちょっとね、昨日ちょっともう、お騒がせして、ちょっと申し訳ございませんでした。ちょっとね、いろいろね、ちょっと10月からね、いろいろ大人の事情でね、本当にいろいろちょっと変わって、はい、ちょっともう、本当にね、どうしたらいいのか、ちょっとね、試行錯誤してたんで、はい、ちょっと本当にそこだけ、本当に申し訳ございません。ちょっと、あれから、そっからね、僕のアンチになられた方もいらっしゃるので、はい。ちょっともう、はい、気を引き締めてやっていきたいと思います。はい、それではね、今日やっていくのはですね、芝居の前のね、ちょっとね、後半ね、この、今現在やってる、超越スーパーゴッドフェス、弾こうかなと思ったんですけど、ラインナップにね、僕忘れた芝居の前の持って、忘れた、パティ持ってなかったんですよね。パティはね、ちょっと欲しいの、欲しい、こうやってもう、ホディーぐらいなんですけど、はい。もうね、ちょっとしょうもないこと言ってると、はい。サレンでもう一体欲しいのと、メイファンもね、ちょっと欲しいんですよね。あと、ルカ・ミツキはもう言わずもがなですね。はい。アグリゲート。あと、カノ・クロネ。本当にウルトラ以外の、最新鋭のキャラが、まあ、初音ミクちゃんと、なんだっけ、メグルネ・ルカちゃんか。はい。いるんですけど、いたっけ忘れましたね。最近このアカウントほんまランク上げしかなってないんで、1081万でいってるでしょ。はい、それで、とりあえずね、はい、ガチャ引いていきたいと思います。はい、まずはね、クリア報酬、ボルックス&アクベンス確定ガチャ引いていきたいと思います。開けあったかな、ボックスに。あ、どうしよう、開けなかったどうしよう。ボックスでリハを挟むのちょっとめんどくさいな、編集で。はい。ポルックスですかこれ。ポルックス、ボルックスって言ったのは、僕とポルックスが混じってたな。フュージョンしてたな。はい。それだね。ユーザー情報。コミュニティ。無料配布92個貯めました。クエストはね、1から10枚と12クリアしました。はい。12はね、もはや動画にするまでもないのかな、という感じですね。はい。それだ、長老ではね、動画でなんか多分変なパーティーしか組めないんで、自由に動画にするかもしれないんですけど、はい。それでは、魔法石10個、厳選、スーパーゴトス、前半、いきたいと思います。噛めてへんね、はい。よし、ちょっと一回ずつ、へい。メインがね、ちょっと全然、石須姉さんですわ、はい、石須姉さん。石須姉さんはね、ちょっとお気に入りすんのも、ちょっと後でお気に入りにしておきます。はい。僕は基本ね、キャラはあんま売らないんですよね。はい。持っとけば何かの今後の役に立つかもしれないんで、はい、ちょっと頼みますよ。頼ます。ちょっと待ってよ。なんか、ほんま暗いな、顔。おおちょっと待って。これはちょっとなんか変なリアクションだったんですけど、今ちょっとこういうしようとしたのと、これが被っちゃいましたね。はい。リアクションめっちゃキモいな。いやもうこれね、ちょっとね、これでやっとされね、武器作れるわ。またご苦練お待ちしております。はい、そうだ、2回目じゃ3回目か。はいはい、こっちが黒いなと思って、なんかなんでやろ、なんか照明の当たり方が、お、待ってきた。ちょっと頼むわ、ほんまに。ちょ、メインアカウントで全然なんすよ、引きが。ほんまにこれ芝居の丸は先を、おい、グランエルブ2体目やん。使い分けというか、武器というか、リラチェン武器か。使い分け？グランエルブってたまになるんかな？まあ、引きは今んとこいいんで、ちょっと 2.5% 欲しいよね。2.5% 欲しい。いやー、動いてたからびっくりした。動いたら、そっか、超転生がいたのか。そうか。そうだよなぁ。よし。よし、来たー。よし。こっから反転術式決めてね。はい。よーい。いやー、こりゃ。来ましたね。芝犬丸の時代が来ましたね。光を信じて進め。
いやー、来ましたね。で、じゃあ、もう一体欲しいね、これ。これ、どうすんの？もう全然突破しようか。パティよりもアグリゲート欲しいわ。いまだにね、ちょっと進化前の読み方がわかんないんですけど、つく読みね、はい。もう、裏木工場スーパーゴトですいいって、ほんまに。これ、わかる人にはわかるんですよ、はい。よし。はい。よし、来た！いやー、もうなんか、竜なんとかも、もうなんて、羅生門かわからんけど、ほんまそれで頼むわ。もうほんまそれで。いやー、グランエルブ。グランエルブ2体？ちょっと待って。ごめんなさいね。これ、尺稼ぎとかじゃなくて、1.5% でしょ。もう 0.5% 削ってほしいな。よし。あと、2回ね。はい、2回。2人組出ても別にええんやで。いやー、ちょ、これ。え、誰？オシリスの天空竜か。オシリスの天空竜か。よしよしよし。じゃあ、ラストですね。ラスト、決めましょうか。頼むからね、ラスト落ち着けるためにさ、ちょっとガチーンと確定演習。よっしゃーよっしゃ、持ってますわ。先ほどの、この前のランダム放送、お付き合いくださりありがとうございました。ほんまに 0.9% 出せで、おー、夢の。いや、柴犬やから、柴犬丸やからって、犬は別に、ね、はい。結構、間に合ってなくもないか。それでは結果見ていきましょう。はい、こんな感じですね。実はね、今日ね、広告動画視聴ガチャから、ネイが出まして、はい。メインも、なんかフェスゲン出たんですよ。何か忘れたんですけど、はい。で、柴犬丸もネイちゃんが出ました。はい。ネイに、ポルクスに、イシス、サレネ。いや、これ引きとしては、どうなんやろう。なんかあれやね、なんか、ポーカーなんか組めそうな、なんか、グランヘルブ、めちゃめちゃ出とる、そうでもないか。まあ、でもええか。アグリゲート一体でいるだけでもね、今後ちょっと楽になるからね、ほんまに。いやー、はい。じゃあ、こんな感じで今日本日はね、お開きにしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。もうサレネの武器も作れということでね、ランク上げがさらにはかどる。ソロのランク上げもさらにはかどる。アグリゲートが出てきたことにより、牧場を周回すれば、2体集めれるというね。はい。ちょっと夢と希望が、グランエルブが全部アグリゲートやったらよかった気もするんですけど、はい。愛と勇気、愛と夢と勇気なんかわからんけど、が、友達した状態ですね。はい。それでは、今回のお相手は私、ゆうでございました。もしよろしければね、皆さんのガチャ結果や感想なども、書いてくださると嬉しいございます。それでは、本日はこれにてお開きにしたいと思います。もう一回言うたか。はい。お相手は私、ゆうでした。